とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー登ってきてます。3周行ってみましょう。最近本当にね、いいのが全く出ないから、今日ぐらいは、一つぐらいね、いいのが欲しいところです。防具も欲しいんだけども、武器も、欲しいやつが出てきてるんだよね。うまいこと。なんかそういうっぽいのが出てきてくれればいいかな。ダイナモ、いや、ダイナモでもそこまで減らんな。まあまあ、そこそこ減ったか。十分十分。まあでもそれよりも、ゴーレム強化で、クリティカルとね、毒の雲とかが出てきてくれた方が、ダメージはあったかな。うん、でもまあ十分十分。よし。終わり。さあ、一発目は何でしょうか。なんか4回ぐらい今日行ってみるか。いや、いいや。とりあえず3回目標で行きます。ユニーク以外って結構あるからね。全部ユニークだったら嬉しい。なんだこれ。ひどい。ひどいな。めちゃくちゃひどい。まあ、流れ込む魂、魂の共鳴がある。いやー、いらないでしょう。虚無、いらない。機械仕掛け、何にもついてないね。ならもう、機械仕掛けを持っていって、お供え物にするかな。多分それが一番いいでしょう。これにします。一発目、外れ。2周目到着。30分ちょっとやね。30分ちょっと。これ25分ぐらいでいけるようになればいいけどね。25分はまず無理かな。やっぱどうしてもそこそこ時間はかかっちゃうんだよね。はいはいはい。さあ、2回目はいいの出てきてくれ。本当にね、いい装備っていうのは最高はここじゃない。出るのは古代狩りより今はね。昔は古代狩りでいいのを狙ってたけども、今はやっぱりここを周回しないと最強装備が出ないんだもんね。お願いします、お願いします。防具だったらば発光するイカ、そして影で、武器だったらまああれだね、あれだね、あれはまだ動画で言ってないんで、あれとしかちょっと言えませんけども、欲しいのがあるんだよ。お願いねえ。まあ全部ユニークにはなってきたけども、いらないな。サブリューイングはね、すげえ攻撃力なのよ。一発360万で、オーバーチャージ入れるととんでもないダメージ出すんだけども、まあ、スーパーチャージとオーバーチャージついてるやつ持ってるんで、これはいりませんね。あ、まあ、バーストボーストリングでぐるってすれば、かなりダメージは与えれそうだけども、まあ、いらないね。いらない。となると、シアラ側は黄金だし、もともと黄金じゃないだとしても、向いてないんだよね。お供え物に。向いてない。なんで、月のダガーかな、ここは。月のダガーしときましょう。使わないと思うけど。それではラスト3周目。2日続けて大外れっていうのはやめてほしいね。どうだ。とりあえず倒すのは余裕だね。もう慣れた。なんかもうちょっと面白い戦い方があればいいけどね。ちょっと手前で面白そうなやつはあるんだけど、それに見合った武器がね、まだちょっと発見できてないんだよね。よし、なんとかこれ一つをね、一瞬で倒せるぐらいの戦いを一回見せたいんだよね。ちょっと難しいかな。はい、とりあえず3周すべて終わりました。最後の報酬なんだ。しょぼい。
ひどいなぁ。マウラーズぐらいか。いや、ひどいなぁ、ほんとに。まあ、仕方ないね。マウラーズにしときましょう。それでは3周行きまして、報酬が、まず、機械仕掛けだね。お供え物です。で、月のだが、微妙かな。まあ、一応ちょっと試してみてから、お供え物にするか、使うか、決めます。で、マウラーズ。これもまた微妙なやつだね。どうしても最近、出が悪い気がします。でもまあまあ、そんな時もね、まあもちろんありますよ。とりあえずそれにめげずに、周回していきましょう。それではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。